ナーの方に参りましょう、はい、一押しマンデーネタナイト。このコーナーではテーマに基づいた3組に今一押しのネタを披露していただきます。はい、今日のテーマ、祝キングオブコント1回戦通過コンビスペシャルパート2でございます。はいはいはい、はい、先週に引き続き、キングオブコント2022 1回戦を通過したコンビ3組に、コントを披露していただこうということでございます。楽しみ、いいですね、これね、はい、我々も楽しみな企画でございます。はい、1組目いきましょう。1組目は NSC44 期生、芸歴1年目の稲瀬弁慶でございますね。はい、ボケの藤田とツッコミの昇るからなる、ロン毛とヒゲのワイルドコンビだそうでございます。はい、それではネタの方からお聞きください、どうぞ。警察呼ぶぞ、警察呼ぶぞ、警察呼ぶからな。自分で何したか分かってるのか、ひったくりなんかしやがって。警察呼ぶからな。早呼べよ、早呼べ。もう5時間くらいずっとこれや。もう多分お前もちょっと悪い。もう呼んでくれ早く。警察呼ぶぞ、警察呼ぶからな。か呼べって、なんで呼ばへんねん。ずっと言ってなかったけど。何、多分携帯どっかで落とした。何してんねん、何してんねん。お前携帯なんかじゃずっとこのまんまやんけ。おい、だからどうすることもできんかった。すまん、ゆめさん、ゆめさん、でもどっか下がって、ずっとこのままやばいから下道とか下がってて。いや、カバンの中は、いや、なんで下がったらええんねん。もう一個言ってなかったけど。何、携帯料金払ってないから電話止められてる。何してんねん、何してんねん。お前いくつや。36。何してんねん。嫁はんは逃げられました。何してんねん。仕事は今無職です。何してんねん。お前一回乗ってよ。お前、はい、おい、お前正義感以外何にもないな。すいません、正義感だけじゃダメだよ。はい、俺も、俺でも携帯料金は払ってます。はい、36歳。はい、嫁は逃げられて、はい、挙句の果てに仕事してない。ちゃんと働け。わかりました、わかってんだ。ちゃんと働きます。よし、オッケー。俺の右ポケットは、右ポケット、俺の携帯入ってるからそれに通報しよう。わかりました、ちゃんと押さえとけ。あ、すいません。パスワードは2243。あ、2243。待ってなかった。オッケー。もしもし、警察ですか。今ひったくり犯を取り押さえてます。来てもらったら分かると思うんで、すぐ来てください。ちょっと貸せ。はい、あ、そのひったくり犯です。5時間も取り押さえられてます。多分彼も何らかの法に触れてると思うんで、すぐ来てください。終わり。あ、終わった。あれ、もう朝や。もう朝か。おっさん、いい一日にせよ。どうも、ありがとうございます。よいしょ。はい、お疲れ様でございました。なんか最後泣いちゃいそうな。ショートムービー。ショートムービーのような音でしたね。ということでございまして、改めてご紹介させていただきましょう。はい、稲瀬弁慶のお二人です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごいね。1年目でもう KOC も通ったということですけども、うん、ちょっとラジオの方にも分かるように、ちょっと藤田くんは どちらでしょうか。僕がその髪の毛がある方が藤田です。ある方という言い方今の時代にそぐわないんでやめてください。今日あるんですけど、僕もそうやな、剃ってんの。今日ある、あるんですよ、ね、強いな、ツッコミが強いな。藤田君、はい、はい、ヒゲの方という、ヒゲの方、で丸坊主です。昇ると申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。お二人はどちらで出会われたんですか。僕らあの NSC で出会いまして、はい、こんなことを言いたくないんですけど、完全にちょっと僕があの消去法で決めました。ただまあ今はもうすごいいい相方として、はい、頑張らせていただいております。それでも相方からしたらちょっとショックじゃない、消去法でって言われたらさ。
何回も聞かされてます。言うてんね、何回も言うなよ、そんなひどいことさ。そうなんですよね。いまだにやっぱこの消去法で選んだっていうのがウケると思って言っちゃうんですけど、うん、ちょっと毎回スイーンってなっちゃうっていう。確かにな。いや、ほんまは関係良好なんで言えることなんですけど。確かにな。はい、そうね。じゃあ、もともとはなんか違うこととか、学生さんとか前職なんかやられてたりしたんですか？そうですね。あの、僕の方はずっと4年間ぐらい、あの、アルバイトなんですけど、天ぷらをずっと揚げてまして。天ぷらとして、はい。で、大学卒業してから1年間のフリーターを経て、今、この NSC に入りました。はい。なるほど。うん、藤田くんは？僕の方は、実は出身が東京の方でして、東京で大学4年間通って、そこ卒業して、NSC 入るために大阪に来たという感じです。それも珍しいですよね。東京の NSC じゃなくて、大阪の NSC に来られたんですか？はい、ちょっと大阪のその劇場の系譜というか、そのベースのショートとかから続く、その今の満劇までに至る、その、そこで力をつけて活躍されていった芸人さんたちにちょっと憧れを持ってまして、その人たちみたいに活躍できたらいいなと思って、大阪でやろうと思って、大阪で。別にあの面接じゃないから、そんな丁寧な感じ。本当に可愛いでしょ。どうですか？かわいいな、ちょっと。すぐに上がってほしい。すぐに上がってほしいわ、こんな。稲瀬弁慶。稲瀬弁慶な。ずっとコントをメインにやられてるんですか？いや、僕ら、本当にもうずっと漫才だけやってまして、はい、コント・オブ・コントのためだけに一本書いたネタがこれで、はい、はい。なんで、すごい、まだなんかコントのネタ合わせてちょっと恥ずかしいんですよ。ちょっと照れちゃうというか。でも、わかるわかる。ちょっと役に入ってじゃあやろうかっていうのをちょっと恥ずかしくて、はい、ちょっとね。しかもネタもな、これちょっと聞いてる方は分かんないですけど、うん、結構ずっと近い距離で2人がいるネタやから余計やね。そうなんです、うん、ずっと手握られてるんで。そうやね、やろうかって手握られるのすごい恥ずかしいんですよ。いややな、それは嫌やな。夏でめっちゃこう汗かいてたりとかするんで、めちゃ多分両方匂いがきつかった。気持ち悪いな。そんなとこの報告はええねん、別に。できますよね、ちょっと。いや、すごいね。でも、そのメインはね、漫才やけど、コントでっちゅうことですからね。そうか、もう途中、何してんねん、待ってたもんね、なんか。確かにな。まあ、マジで、めちゃくちゃしんどいですよ、終わってから。そうだな、これだから映像を見てほしいですけど、うんうんうん、ずっと背筋してるみたいな。ああ、そうやね。ね、体型、体勢やねんね。うん。3分が限界ですね、このネタは、本当に。ウルトラマン方式でやらしてもてんねん。多分。いや、すごい。うん。でも1年目ってことは、オーディションとかもちょっと出だしてとかって感じですか？そうですね。はい。アップトゥーユーに出続けて、非常に上がれる日を夢見て頑張っております、今。はい。でもそれこそどうなの、うん、もう何回か出てるでしょ。もう何回か、はい、はい、2回出まして、はい、7位ぐらいでした、はい、あ、いやでも7位って言ったらすごいよね、うん、結構な組出ます、20組ぐらいねの中で1年、うん、だってそこはね、アップというは知らない方ですけど、まあ、全芸歴関係なくね出れる中で7位ですから、うん、ちょっとじゃあコントもじゃあもしかしたらいいかもしれないね、そのアップというとかで。そうですね。なんかやっぱ、僕ら漫才メインで頑張っていきたいと思ってるんで、うん、キングオブコントだけ上がって、今度来たる M1 で1回戦で押したりとかしたら、もうますますちょっと周りからコントで行った方がいいんちゃうみたいに見られちゃうんで、はい、ちょっと漫才の方も頑張りたいんですけど。はい、でもどっちもできるっていうのがね、うんうんうん、最高ですから、うん。漫才の方もちょっと頑張って、はい。そうやな。それでもどっちもできる才能が君たちには多分あるっていうことですから。うん、頑張りたいです。はい。なんかごめんな、真面目な話ばっかりしてごめんな。いやいやいや、ちょっと、そうですね。藤田君はあれなんや、その一歩下がってこう。そうやね、これな。おもろい、なんかジュークみたいなスタンスでずっと最後。そうそうそう。一歩下がってんの。下がってんのよな、なんかわかんけど。ちょっとね。なんて、はい、こいつが前に勝手に出てるだけです。そうなんや。ちょっと出すぎちゃうか、ちょっと。もう今そっち行きたいぐらいですね、ちょっと気持ちが前に出すぎて。確かにだんだん近づいてきてるなっていうのは俺らも思ってるけど。ほぼ画面ない、もう、そうね、うん、見切れてんのよ、逆に近寄りすぎて。そう、それそれそれ。
犯罪者がなんか防犯カメラに映ってる時になってるから。あ、映ってるな今みたいな。ちょっとこんなねちょっと。いやいや素敵なお顔ですか。あ、面白い。なんかライブの告知とかありますか。そうですね、ライブの告知、実はもうちょっと直近で僕ら出るライブっていうのは今のところなくてですね、僕がちょっとアシスタントをやっておりまして、NSC で、うん、現役生45期生がですね、ラッシュというね、ものに、何日でしたっけ、19と25だかな。よし、たらさん。はい、ありがとうございます。先月マルセイユさんMC していただいてありがとうございます。はいはい、いやとんでもないです。のライブもありますのでぜひ見に来てあげてください。見に来て。いい人だな。優しいやっちゃうの。まああれねうん、SNS もやってもんねお二人は。あはいやらせていただいております。ぜひぜひそちらも稲瀬弁慶で調べていただいたら出てくると思いますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてあげてください。はい。ということで稲瀬弁慶のお二人でした。ありがとう。ありがとうございました。はいバイバイ。面白かったですね。面白いですね。いいですね。コントこれ一本なんや。すごいな。うん、ハイクオリティの、ね、コントで。どっちもできるっていうのはね、モンスターさんとかもそうですけど、武器でございますからね。はい、ということで、このあたりで一曲聴いていただきましょう。こちらリクエストでございますね。はい、ラジオネーム、シマウマのおでこさんから。うん、マルセイのお二人、こんばんは、私は毎年楽しみにしてたイベントがありました。うん、それは夏フェスでございますね。そうですね。コロナになってから海外の大物アーティストも来日できず、全国どこも自粛続き、約3年ぶりに各地で開催されるのでそれを楽しみにしています、うん、紫外線はとても怖いのですがギラギラ激しい日差しの中大音量の音楽を聞き汗だくになりながら会場が一体になる感じが大好きです、うん、もしよかったらこの曲を流してもらえたら嬉しいです、はい、マルセイのお二人もこの暑い夏に負けずに乗り切ってくださいということでございました。ありがとうございます。はい、確かにね、うん、フェスも結構大物のね海外のそれこそミュージシャンの方出てきたりとかね見たいですね。ありますからね、はい、聞いていただきたいと思います。シマウマのおでこさんからのリクエストでございます。はい、ジ・オーラル・シガレッツで狂乱兵器。ウエストサイドジャンクラフネクストではラフックの皆さんからのリクエストもお待ちしております。はい、メールアドレス小文字で wsjl@esfm.jp にメールを送るかツイッターでハッシュタグカタカナでラフネクこちらでつぶやいてください。お願いします。2組目いきましょう。2組目は NSC45 期、うん、現役生、はい、格変サワーでございます。うんうん、はい、ボケの庄司とツッコミのマヨからなる、今年の NSC 現役生で、何組か突破した3組でしたかねの中の1組と、うん、優秀でございますね。はい、それではネタの方からお聞きください。どうぞ。あんたまたお弁当の中のピーマン残してちゃんと食べなあかん言うたやろ。いやいやピーマン食べたくない。あんたがよう使っとるパソコンこれも没収するで。いやいやちゃんと明日から食べるから。ちゃんと食べないな。実は昨晩コーディングしておいた極秘プログラムがあるんだ。これを使って茨城県のサーバーをダウンさせてやる。ちょっとちょっとそれ何物騒なこと言うとんの。え、茨城をサーバーダウン。わけわからんことばっかり言って。パソコンやりたい。パソコンの使い方もちゃんとせなあかんで。おい、どうなってるんだ。霞ヶ浦と利根川を早急に埋め立てないとダメだと言ってるだろうが。ちょっとちょっとまた物騒なこと言うとないなの。何、霞ヶ浦と利根川を埋め立て。そんな小学生が使う言葉ちゃうで。ちょっと待って、よう考えたら茨城ってピーマンの一大産地やないの。ほんで霞ヶ浦と利根川、茨城県の大切な水源やないの。え、そんなところからピーマン食べへんってことしてたん。ママは何にも分かってへんぞや。どうしたん。学校で習ったんや、世の中にはいろんな環境で生きてる人らがおるって。そうよね、考えさせられるわよね。中にはご飯食べれへん人もおって。ちゃんと勉強してるね。そういう人たちはさ、うん、僕よりピーマン食べたいと思うねん。あんたまさか。だからピーマンをそういう人たちにあげてほしい。ピーマン食べたくないだけやないの。あとさ、どうしたん。もう理科で習ったんやけどさ、うん、鉄を磁石でこするとさ、え、鉄の磁石の力持つんやって。やっからなんなのよあんた。もう先から意味わからんことばっか言うて。うるさいな。どうしたん。この世から五角形を消して全て
六角形だけにしてやる。また意味わからんこと言うて、ピーマンのヘタは五角形のやつよりも六角形のやつの方が甘みが強くて食べやすいからって、そんなこと言うたらあかんやろ。ならば、世の中から横の概念を消して、縦の概念だけにしてやる。また意味わからんこと言うて、ピーマンは横に切るよりも縦に切った方が繊維が途切れにくく苦味が抑えられるからって、そんなこと言うたらあかんやろ。ならば、この血液で、全てを真っ赤に染めてやる。もう何回言うたらわかるのよ。ピーマンは成長したら赤い、成熟したら赤ピーマンになって甘みも糖度も全て栄養価も全部上がるって言うけども、何でも赤く染めたらええってもんちゃうのよ。あんたが早よ成熟しな赤ピーマンみたいに。ピーマン詳しすぎるやろ。もういいわ、海でも散歩行ってくるわ。またピーマンのこと言うとる。え、ピーマンの花言葉は海の恵みやないの。これは関係ないね。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でございました。素晴らしいですね。いや、いいですよね。ラッシュでもね、はい、拝見させていただきましたけどね。勉強になる。ということで、改めまして、うん、各編サワーのお二人で失礼します。お願いします。うん、庄司君はどちらでしょう、声は。あ、はい、子供役の。はい、庄司君で、マヨ君はどちらでしょうか。はい、王冠役をしておりました。はい、マヨでございますけれども、はい、すごいね、現役生で合格ということでございますけど、手応えみたいなありましたか。あの、ラッシュの時よりもすごい受けてたので、これもしかしてありえるんじゃないかって思って、うん、ちょっと手応えはちょっとだけはありました。相方はどうですか、マヨ君は。そうですね、僕は結構相方よりもシビアめに考える方ではあったので受けてたけど、さすがにちょっと難しいかなとは思ってたんですけど、びっくりしました。いや、すごいしっかりしてますね、うん、おいくつですかお二人は。24です。おかんの方が24です。おかんの方が。子供の方が今年26歳になります。あ、子供の方が。子供の方が年上っていう、なんか謎の展開になってるけど。そうな、26と24。なのでちょうどいいなと思いました。なるほど。どういう出会いやったんですか、お二人は。この NSC で出会ったんですけども、その相方探しの会というのがありまして、その時に、終わってからちょっと空き時間があったのでふらふら歩いていたら、あの声をかけられて、すごい人違いだったんですけど、その人違いで声かけられた人が今の相方って感じで組みました。その映画のお前出会いみたいなワンシーン。なんか話聞いたら全くの別人やなっていうことに気づいて、まあ、どうしたそんなミスあるか。でもすごいね、ちょっと運命的な、じゃあ出会い方やったよね。あ、かもしれない。そうですね。もともとは何をされてたんですか、お二人は。マヨの方が、もともと空調メーカーで勤務しておりまして。へえ。やっぱりあの学生時代からのちょっと夢を諦められずということで NSC に入りました。なるほど。庄司君は。子供役の方があの金融の営業をやってまして。入ってこいじゃん。子供役の方が金融の営業は入ってこないの。庄司でいいから別に。庄司の方が金融の営業やってまして、で働いててなんか面白みがないなと。でそこであの津田さんよくご存知のファルコン武田こと中島くん。うん。試合だったので。ちょっと待って、もう一回ちょっとやめてやめて、その話やめて、ちょっとごめんごめん、ちょっともう一回庄司教えて。ちょっと音聞こえにくいとこもあるんだけど、庄司とそのファルコンがなんて、あのファルコン武田さんと、まあ、3年前一回お話ししたことありまして、うん、まあ、43期の中島くんですね、ざっくりは、うん、で彼に相談してみたんですよね、働いてる時に。もうやる気が出ないと、どうしようと。もう1年ぐらいなら NC ってなんかやりたいことやっていいんちゃうかと。あ、まあまあまあ、じゃあ楽しそうだし、やってみようかなっていうので今に至ります。でそ指揮教えてくれ。なんでファルコンに相談したのかわからんし、そこね、もともと指令やったのかもわからんし、あ、なんであいつが助言してるかもわからんし。とりあえず NSC って見たらって言うたんや。なんか答えはそうなんかも知らんねんけど、うん、指揮がちょっともうちょっと正確に、うん、もともとお知り合いやったの。もともとそうですね、友達の紹介で面白い人おるって教えてくれたのがファルコン武田さんでして。でもその時まだ芸人ではないってこと。まだ当時まだ NEC 入る前のファルコン武田、まあ、ファルコン武田と出会ってるねや。中島じゃなくて、お前 NEC 入る前の人間にアドバイス受けて NEC 入る意味わからんで、一般的に考えて
そうなん。普通 NSC 行ってる人とかに相談して、うん、はいはい、あ、じゃあそれやったら俺もやってみようかなは分かるけど、うん、NSC 入ろうとしてる人間に相談して入ろうって決めたんや。あ、そうです。これはややこしかったですね。一回入る前にもともと一回面識やって、で彼が NSC 入って、まあ、芸歴1年目の時にすごい楽しそうだったんで、で今なんかちょっとこういう感じで仕事もやる気がないと、で相談してみたら、もう1年ぐらいやりたことやったらいいやん。さっき言ったな。だから在学中に相談したんか。いや彼が、うん、彼が一人称非で言ってるやつ。中島くんが芸歴1年目やった時に、まあ、相談してみて。なるほどなるほど。だから NSC 卒業した後に、まあ、そういうのを言ってたから、どうですかねって相談したら、はい、そうなったっちゅうことか。おっしゃる通りです。ごめんな、ちょっと脱線してしもって、いろんなこと聞くのかな。俺がテンション上がってもたからさ。あるだけそうか。いやいや、ちょっと尺の都合上で早く話さないといけないな。いやいや、いいよ、そんなん全然。そんなん、こっちが。下調べしてるな、ファルトケス。ごめんな。ちょっと昨日とかもな、はい、バトルファクトリーやってたな、ファルコンな。ええわ、ファルコンだけだな、話。ポケモンの知識全くないのに、はい、ポケモンの知識ないと絶対越されへんゲームやって、ああ、上がんなよっていうだけの配信した。何やねん。最高ですよ。あれを見ながら酒飲んでましたから。その人が NSC 進めたんですよ。いや、これはもうファルコンのお墨付きやから、もう絶対も大丈夫よ、各編サーバーは。僕の推しコンビとさせていただきます。うん、あNSC 生の方のたくさんいらっしゃる中の推しコンビ。癒着です。いや、まあ、ラッシュは出んの、次の。明日は出ます。明日か。まだチケットってあんのかな、もうないかな。まだオンラインの方で買いますし。オンラインで見れる。なるほど、なるほど。現地の方もまだあるとのことなので。はい、なるほど。うん、お昼ぐらいかな、漫才劇場で、まあ、あるということでございますんで、はい、ぜひちょっとね、僕の各編サバを皆さん見に行って。僕のって言うてるやん、もう。今よ。ほんで、向こうは多分断るかもしれんし。押しってそういうのか、向こう断られてもこっちが押したら、それはもう惜しいことでございますから、それはね。春竹のもそれは弟子ですから、それは押すしかない。押す要素しかないですから、それは。なんかわからんけど。まあ、多分、正直は何も思ってない。まあ、助言者ね。助言者でございますから。はい、ぜひ、明日頑張って一度ってね。うん、あ、ありがとうございます。はい、ということで、各編様のお二人でした。バイビー。ありがとう。ありがとう。はぁ、いやまさか。ちょっとやめてもらっていいですか、あの、ファルコン武田さん知ってると思うんですけど、で、テンション上がる。まさかもう、俺が好きなのも存じ上げてくれてた。いや、まさかでしたね、その名前が。いや、ここで俺からじゃなくて聞くことが、うん、俺以外からだって聞くことないからな。中島としてはあるけどさ、ファルコン武田としてはな。劇場のメンバーも、ファルコン武田が NSC 入ったやろっていうのを、もう、津田さんに聞いてんけど、ずっとなんぞ、それが。推しですから、私。推しいことですから。ということで、素敵な、はい、ネタでした。よかった。それではこのあたりで今日聞いていただきましょう。うん、これ私でございますね。なんか夏っぽい感じもあっていいんじゃないかと思って選ばせてもらいました。はい、ミスターチルドレンで星になれたら。さあ、ラスト3組目でございます。うん、3組は NSC43 期生、芸歴2年目のテキサスマウンテンローレルでございます。ボケの牧野とツッコミの小野からなる NSC43 期生の主席のコンビでございますね。うん、それではネタの方お聞きください。どうぞ。やった。あ、遊んでないし、掃除してます。ウクレちゃんバラちゃうし、ルローに出す金やし、こっちの方が綺麗になるんじゃい。バケットどっか行け。ったく、ほんま女だるいわ。掃除の時間まで居残りで食べさせられてるにしてはめっちゃバクバク食べてる。普通掃除の時間まで居残りで食べさせられてる子ってさ、なんか小食とか好き嫌い多いとかで全然箸が進んでないもんじゃない？16杯目めっちゃおかわりしてる。給食ってそんなおかわりできるの？で食べさせられてるんじゃなかったら早く掃除して、机も邪魔だから避けないと。食事中は静か。君だけだって食べてるの、今掃除の時間だから。静かにしなくていいの。そして、うん、ふっくらツヤもあって硬すぎず柔らかすぎずちょうどいい炊き加減、すごく美味しい。味わうな。1杯目だけでいいから感想って。ちょっとねえ、ちょっと先生は注意しないの？いいの、あの子ただただ掃除サボってるだけだけど、ちょっといいの？
鍋ごと行こうとしてる。え、鍋ごとまだ食べんの？掃除して早く。すごい食べ方。全部皮にかかってない？食べれてるそれちょっと。ねえ、それちょもう入ってんじゃん。ねえ、もう入ってんじゃんそれね。食べれてんの？え、すごい。嘘？ん？うわ、全部食べてた。全部覗いたけど。待ってっせ。めちゃ留年してんじゃないの？お弁当ね、今からお弁当食べんの？ね、おいべん？おいべんもういいって。ね、この食べ方。ね、そう、さっきの汁物だったからギリギリいけたかもしれないけど。ね、何超えてるよ。ね、何？それ落ちないの？それで落ちない世界だったらニュートンもバイオ引力見つけられないよ。ね、でも見てんじゃん。何？VR？ VR で食べてんの？君、食べた気になってんだけじゃん。ね、ちょっと、なんでこんなモンスターが榊まで野放しされてんだよ。ね、ちょっと、こんな子クラスに行った？僕全然記憶にないんだけど。ああ、黒板消し食いな。やっと掃除してくれる気になったの。キュウリ吸ってる！キュウリスライスしてる！なんで？まだ食べようとしてるの？ちょっと。よし、めっちゃピッカピカだった。磨いてただけ。磨いてただけやった。いきなりキュウリ磨き出したのが一番怖いよ。ちょ、何ここ？めっちゃこぼれてない？これ。むちゃくちゃ頭にするからだろ、君が。ちょっと、自分で掃除してよ。いや、嫌だよ、これ僕、ここ掃除すんの。ちゃんと拭いてよ。湯葉だった。雑巾だと思った湯葉だった。湯葉を直でカバンに入れてた。湯葉を直でカバンに入れて学校に持ってきてた。聞いてください。湯葉なら冷めないで。ちょっと。午後の授業どうすんのさ。いや、今から給食のおばちゃんとか、あの食材作ってくれてる農家の方々に、ごちそうさま言いに行かなあかんねん。え、この子、食べるだけじゃなくて、ごちそうさまにもめちゃめちゃ時間かけるタイプの子だったー。あざした。あざしたやれへん。あざした。ロックや。お願いします。お願いします。安定と安心のテキサスマウンテンローレルでございます。でその、うん、そうさ別にええねんけど、牧野が、はい、まあその飯めっちゃ食べる若くさ、うん、斧も最後むちゃくちゃ変なやつやった、うん、対抗しないと、はい、そう対抗しすぎても湯葉なら冷めないで夢なら冷めないでみたいに湯葉なら冷めないで温かいまま食べたいんで湯葉は、はい、冷めない方がいいから湯葉食べたいのはあんまおらんねん。ほんであれ何かわからんけど高いものランキング結構上位やからね。確かにいやまあもう主席たるネタでございましたけども、うん、最近はどうですかお二人は。はい、最近はどうですか、あのアップトゥユーとかその辺の。主にその活動としてはあの月曜の吉本サッカー部を中心に。ほんまにそうやね。え、もう毎週この二人に俺会うね。あ、そうなんや。今日だからサッカーないから、あ、今日はさすがに津田さんに会わないかなと思ったら、まさかこのような形で会う。夜ラジオで。会わなかったんですよ、もう。はい、朝9時に会うてなかったら夜9時に会うことになったな。びっくりしましたよ。ナイターでした、今日ナイター。ちょっと待って、はい、そのサッカー談義やめてくれ、その仲いい感じ、そのお前が思ってる5倍ぐらい仲いいで、うん、俺。そうなんや。確かにもう絡みがちゃうもん、なんか。ちょっと古い世代の選手のユニフォームばっか着てきはるんですよ、毎回。いや、俺がな、いじりどころだよ。俺が確かにそうやけど。シーマンとか。シーマンね。勝ったんや、シーマン。シーマン勝って。あ、それに気づいてくれんねん、この2人は。それが嬉しいね、また。ちょっと手段出そうとしてきはるんですよ。あ、そうですね。色気出したいから、やっぱ。ああ、私シーマンっすかみたいな。あ、わかるみたいな。やりたいから、私は。いやでもほんまそうネタも思うんだけど、面白どっちもサッカーめっちゃうまくてね。サッカーもうまいんですね。そうそうそう、お笑いもうまくて。で、ま、もう斧はほんまにもう、うん、その週一のサッカーのために仕上げてきてるぐらいもうバッキバキの体の、ほんまに すごい無尽蔵にな動いて。僕ずっとあのなんか現場で、はい、バイトしてるんで、あの今日までの12日間もあの22出勤してきました、はい、夜勤と。そういうこと。12日間で22出勤でおかしいな思ったら、朝勤も夜勤もやってんの。そうです。はい。ほんで朝サッカー組んで。これ大学の時よりいい動きしてるんですよ、サッカー。そう仕上がってんね。で、火曜から日曜で筋トレして、月曜だけ有酸素運動させてもらってます。
すごいで、ほんま。で、牧野の方は、うん、こいつな、ほんまにやらしいやつで、うん、そのな、森山さんとかも規範で見とる。大体3チームぐらいに分かれるわけよ。休憩もあるから、2チームやって1チーム休憩みたいな。毎回森山さんと同じチームになんねん、こいつ。いや、じゃあ、狙ってるわけちゃいます。いや、狙ってます。狙ってない。1、2、3ってな。はい、だこうな、1、2、3って数字でこう分かれていくねんけど、はい、毎回それ見込んで森山さんとこから逆算して、はい、このとこやったら俺森山さんと同じチームやってるので、森山さんが勢い。順番1、2、3ってどんどんこうチームになっていくわけなんですね。家で割り算の勉強してましたもん。で森山さんにパス、はい、絶対森山さんにパス出してん、どんな状況でも。ああ、だから森山さんから牧野はファンってあだ名つけられてるんですパスの差し入れくれるからってパスピッチさんにパス出せるとこで森山さんに出してしまってるのは、まあ認めます。シダヒモビッチ出したれ。一番サッカー好きな名前つけとんねんから。同期やから足田に出したってやん。ほんまな、もうサッカー大好き。あ、まあ、ネタはもうな、俺らがもうそんな間こうだ言わしてもらうレベルではございませんから、はいはい、早くもう劇場に上がってくださいっていうことでございますけども、うん、なんかあのライブとかないの？あ、あるんですよ。1ヶ月後なんですけど、およそ8月15日に、笑い飯の大喜利様2022っていうライブがございまして、笑い飯さん MC なんですけど、それで出場者がですね、ドクターハインリヒさん、ロングコートダディさん、日本の社長さん、マユリカさん、壁ポスター永見さん、真空ジェシカさん、ランジャタイ国崎さん、テキサスマウンテンロールとなっております。すごいね。ございます、はい、僕が西野カナやったら豪華すぎて震えるっていう歌詞じゃあ会いたくて会いたくてみたいな言うな、お前それって仕上がってんねん、ここあいつ何なんすか、あいつもう仕上がってんねん、こいつはもう体も仕上がってるし、体もおのおの仕上がってんねん、テンポも仕上がってる。でもそれすごいメンバーやね。はあ、はい、もうサッカー好きすぎて出演者じゃなくて出場者言ってたけど、出場者言ってた。ぜひそれちょっとね、皆さんに見に行っていただきたいなと思いますので、すごい、まあ、ぜひぜひ皆さん行っていただきたいと思います、うん、はい、ということでテキサスマウンテンローレンのお二人でした。ありがとう、ありがとうございました。バイバイビー。完璧でしたね。いや、もうテキサスマウンテンロールと喋ったらもう長なるんで俺も好きやから喋ってますね。ずっと喋ってますね。そうそうそう。いや、素敵な3組のネタでございました。また、以上、イチオシマンデーネタナイトでした。さあ、今日は、KOC1 回戦突破組スペシャルパート2でございましたけども、はい、いかがでしたか？2週連続でね、2週連続でありがたいことです、うん、で2週目はね、はい、ちょっと津田さんの忖度がめちゃくちゃあったなとは思うんですけどね。いや、ないですよ。平等に、それはもう僕は絶対に心がけてることですからね。何ですか？そりゃそうですよ。あの、庄司君からファルタケの話が出た時の津田さんの、ええっていう入り方ちょっと変でしたよ。お前も気づいてないけど、うん、お前もファルタケって言うてるからな。やべ。こっち側の人間やからやべ。ファルコン武田じゃなくて、お前もファルタケで呼んでるから。すいません、ファルコン武田、改め中島くん。中島くん、はい。いや、でもまあほんまに冗談抜きで、うん、まあ、あの全組面白かったですし、はい、現役生突破するのもそうやし、ね、すごいし、1年目とか3年目ですかね、うん、まあ、ここから今日聞いていただいた方の中から、はい、もしかしたらチャンピオンが、うん、出てくるかもしれませんからね、はい、ぜひ劇場を見に行って応援してあげていただきたいと思います。お願いします。それで、来週またお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。